寸布城。寸布城は静岡県静岡市青区にあった日本の城である。別名として府中城や静岡城がある。江戸時代には寸布藩や寸布城代が明治新期には再び寸布藩、間もなく静岡藩に改称が置かれた。現在では本丸と二の丸の城跡が都市公園、寸布城公園として整備されている。14世紀に 室町幕府の駿河守後に任じられた今川氏によって、この地には今川官が築かれ、今川両国支配の中心地となっていた。今川氏は隣接する海国の武田氏、相模国のご法城氏と同盟を結び両国支配を行ったが、16世紀には海を中心に両国拡大を行っていた武田氏との同盟関係が解消され、武田氏の駿河信仰により今川氏は駆逐され、 上官は失われた。今川両国が武田両国化されると支配拠点の一つとなるが、武田氏は1582年、天正十年に、織田、徳川勢力により滅亡し、駿河の武田医療は徳川家康が領有した。徳川氏時代に、寸府城は金星城郭として築城し直され、この時に初めて天守が築造されたという。その後1590年、 天正18年には、豊臣政権による後法上死滅亡に伴う、家康の関東違法が行われ、徳川両国と接する駿府城には、豊臣系大名の中村和氏が入城する。江戸時代初期、家康は徳川秀忠に将軍職を譲り、当時駿府藩を治めていた内藤信成に代わって、駿府に隠居した。それにより、駿府藩は一時的に廃藩となった。 しかし政治的影響力を持ち続けたため大御所と呼ばれた。この時寸府城は天下武神によって大集築され、ほぼ現在の形である三重の堀を持つ輪郭式平城が完成した。1607年、慶長12年に木内からの失火により、完成して間もない本丸御殿を消失したが、その後直ちに再建工事が開始され、 1610年、慶長15年完成した。天守台は、石垣上端で、約55メートル48メートルという、城郭市上最大級の規模であった。天守グルワは、7階の天守が、中央に立つ大型天守台の外周を、炭櫓、多門櫓などが囲む得意な構造となった。1609年、慶長14年に家康の柔軟。 徳川頼信が50万国で入法し、寸譜藩が復活したが、1633年、寛永10年以降は、明治維新まで幕府の直轄地となり、寸譜城代が置かれた。現在では、三の丸には、館長や学校などの公共施設が立地し、市街地化しているが、二の丸、本丸は、寸譜城公園として市民に開放されている。 三重の堀の内外堀の三分の一は埋め立てられて、減損しない。中堀は減損するが一部の石垣は、過去の地震によって崩落したままになっており、土塁のようになっている。また、内堀は、明治時代に陸軍不評第34連隊が駐屯中に埋められたが、部分的に発掘され保存されている。1989年に、 市生100周年の記念事業として、二の丸南東の辰見櫓が、1996年には、東見門、矢倉門と俗多門矢倉が、伝統的広報によって復元された。内部は、資料館となっており見学することができる。また、2014年、平成26年3月末には、二の丸南西閣に、羊猿矢倉も復元された。2016年、 平成28年8月より天守大の発掘調査が始まった。調査は2020年2月まで行われ、石垣の状態確認や学術データの採取が実施される。1610年、慶長15年再建時の大工統領、大統領は中井山と森正清であった。また、地元の大統領下村長、佐門の城正茂とその子孫十代が幕末まで、 道場の修復を手掛けている。寸府城の天守は3度建てられた。まず、天正年間、1573年から1592年間、または天正17年、1589年に建てられた天正期天守。次が、1607年、慶長12年の慶長一期天守で、この天守は完成後間もなく消失した。最後は、 その翌年から1610年、慶長15年に再建された、慶長2期天守である。1896年、明治29年まで現存した、天守台は、この慶長2期のものである。天守期天守に関しては小天守があったという、記録のみで、慶長一期天守も資料が少ない。そのため、現在主に研究対象とされているのは、駿府城最後の天守となった。 慶長二期天守である。第二本法徳者像の、数州府中五条の図より、与ド城の天守と、同じく天守代に余裕を持たせて、天守を、ほぼ中央に建て、四隅に二重矢倉を建てて、多門矢倉を建て回したという説が最も有力と、されている。この説に対して、二階に、めぐる縁降乱があること、家康が、富士山の帳簿を無視するはずがないことなどからやぎ、 清勝は疑問を指摘している。天守の外観は、慶長日記や東大記などより次のことが判明している。なお、両文献も柱間は七尺間としている。他に、かの単優筆の日光東照射演技に、天守の最上階から下三十目までの外観が描かれている。また、寸府追記の様子を描いたものとされる、追記図屏風。 名古屋市博物館肖像に三重櫓を伴う主な天守が描かれているが、近年では金沢築城の様子であるという説が有力視されている。天守の構造について確定的な資料は発見されていない。このため、福建人に採用する構造については、様々な立場から複数の案が出されている。以下に代表的な例を挙げる、すべて、 慶長日期天守の復元案。静岡市寸布城天守閣建設可能性。検討委員会で有識者による検討会が8回にわたって行われた結果、2010年3月に天守復元をはじめとした定石の公園整備についての提言がまとめられた。これによると、公園整備は単なる観光目的ではなく、風格のあるものとして整備することが望ましいとされている。 また、天守など復元建築物については史実に忠実であるべきだが、確定的な資料も発見されておらず最低限、必要な資料が揃っていないため、現時点での復元は困難としている。一方で天守台については、確定的な資料があるため、史実に基づく復元は可能という。同意委員会では、現時点で、 天守復元についての結論を得ることはできない現状とともに、まずは、定石としての文化財的価値についての理解や、国による史跡指定が必要な段階としており、その観点から、公園名を、寸布城公園に変更することを提言した。内堀は、発掘、復元された南東の一部と中堀との間を結ぶ、水路、天守大発掘調査で露出した部分を除いて、 埋め立て消滅しているが、中堀と、東辺以外の外堀はほぼ、江戸期の姿を残している。ただし、不評第34連帯が置かれた後にかけられた、外線橋、城台屋敷跡付近の城台橋、静岡県庁本館前など、江戸期とは異なる位置に架橋されている箇所がある。中堀、外堀外苑の石垣、土類は、1854年。 カ英七年の安政東海地震による崩落や明治以降の改変によって積み直されている箇所が多いが大手御門の孤高や北見門跡などが王子の姿をよく残し入る。また残存する石垣に天下武神を物語る刻印を確認することができる。駿府城のお万の今が移築され静岡県三島市にある妙北家寺の奥垣院として現存している。これが 寸府城唯一の現存建築物であり、三島市文化財に指定されている。なお、一般には公開されていない。1633年、寛永10年、江戸幕府は、徳川忠長が開役されて直轄領となった、春府に寸府城代を置き、東海道の要衝である当地のおさとした。寸譜城態は、老中支配で、寸譜に駐在して、東場警護の創刊。 大手門の主営、久能山大杯などを鑑賞した。普代大,大名の職である、大阪城代とは異なり大見旗本の職であるが、老中支配の中では最高位の格式を持ち、五役地に先国、四鉱石は、狩りまずめであった。また、1649年、慶安2年に設置された駿府定番は、駿府城代を助ける副城代に相当し、 東条の四足門の主令を担当した。寸譜城代と同様に、老中支配で、五百高千国、五百両千五百票、不要まずめであった。寸譜城には、定地の寸譜城代、寸譜定番を補強する、軍事力として、寸譜在番が置かれた。江戸時代初期には、幕府の直属兵力である大番が、寸譜城に派遣されていたが、1639年、 官営16年には大盤に変わって、将軍直属の諸院番がこれに認じられるようになった。その後約150年間、寸布裁判は、寸布における主要な軍事力として重きをなすとともに、合力前の市中監禁などを通じて、寸布浄化の経済にも大きな影響を与えたとされる。しかし1790年、完成2年に諸院番による、 寸夫財番が廃止され、以降は常駐の寸夫金番組頭、寸夫金番が置かれて幕末まで続いた。この寸夫金番組頭、寸夫金番は、寸夫城代支配の役で、それぞれ、お役高五百国、五役料三百票とお役高三百0票であった。寸夫城代支配の諸役としては、記日の寸夫金番組頭、寸夫金番の他に、寸夫城内の武器、 弾薬を管理する、駿府五部具奉行や、交代寄り合いの酒木原氏が世襲で務めた、久能山総門番などがある。駿府城代は、こうした、支配の諸役と駿府か番などで構成される、駿府における番方、軍事、警備の用として、駿府の諸政を司る、役方の駿府長奉行と共に直轄地、春府を幕末まで収めた。寸は、江戸幕府ので、 大名一名と、より合い旗本二名が交代で務める寸府城外の、敬語役である。寸府城外堀外縁を囲む三箇所に置かれ、詰め所、鉄砲城、馬場他を備える広大な役宅を有した。当初は一カバン、町口二カバン、高の森の二箇所であったが、1651年、慶安四年の慶安の変で首謀者、由衣小説が、寸府城下で自害した事件を機に、 場外警備の強化が図られ、参加版、草深が増設された。現在は各屋敷に勘定されていた稲荷者のみが残存している。駿府城3の丸跡には、国、県、市の公共施設や国交私立教育施設が多数立地している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。